こんにちは、アツです。よろしく。はい、今回も、この前も使ったお年玉でお配りした動画コース、Distinction Conversation Pack という中で含まれている動画を使って、ちょっと勉強していこうと思うんですけれども、はい、まあ、あの動画コースはすごいナチュラルスピードなんでリスニングでも使えるんですけど、語彙ですね、Distinction Conversation Pack っていうぐらいだから、Distinction フレーズが結構散りばめられてて、うん、で、そういう、まあ、Distinction って単語帳なんですけど、その単語帳、で結構その単語だけ覚えてやめちゃう人が多い。そうね。で実際どういうコンテクストで使われるのかっていうのを理解しないと、うん、リスニングした時にすぐ理解できないし、かつ自分が使う時もまあ使えないと。文脈ね。はい。というところで今回はそのボキャブラリーを一つ増やしてあげる。それからディスティンクションを使っている人はディスティンクションのその単語が、構文とかね、でどういう場面で使われるんだろうっていう理解をちょっと高めるために、この動画を使って一緒に、勉強していこうと思います。うん、まだダウンロードしてない方は、概要欄にねダウンロードの仕方、書いてますのでぜひダウンロードしてみてください。ということで、早速見ていきましょう。はい。How's it going, everyone? I'm Nick.I'm Logan. Welcome to the Atsu Eiko Chad's collaboration. Not collabo this time, I said collaboration. We're getting closer. We're getting closer. To figuring out what to call it. はい。で、まあ、早速ここで to figuring out っていうのが出たんですけど、yeah. figure out っていうのはよく使いますか、I need to figure out what I'm going to do this weekend とか、I need to figure out all this paperwork. I just have too much work. I don't know what to do とか、figure it out yourself とか。自分で時計みたいな。なるほどね。Work out にも似てる。そうそう、work out。We're gonna have to work out。Work it out とか、figure it out。まあ、あの、例えば、マスの問題、数学の問題とか。うん、実際、その figure っていうのはね、その数字っていう意味だから。数字だね。そう、うん、そっから計算して、答えを導き出すっていうところから来てるから。で、この時は、その collabo っていう名前にするのか、collaboration にするのかっていう名前を迷ってるところで、ね、we are getting closer、うん。で、より近づいてきている。to じゃない。何に近づいてるのかっていうと figuring out figure out するところに近づいてる。そうです。はい。でその close の to はね前置詞だからその後名詞来ないといけないから figure out じゃなくて figuring out っていう ing に、ね、なってるっていうところですね、うん、はい。 figure out って他に何か言い換えある？getting warmer とか。Getting warmer? まあこの場合は近い、ね、このコンテクストだから文脈がめっちゃ大事なの。わかる？なるほどね。この場合は暖かくなってきてる、日本語でも言うのそれ。あったまってきてるか、まあ言い方間違いなければ言えるかもしれない。 I think we're getting warmer with this name situation とか。あーなるほど、あったまってきてる。そう、ね、あーなるほど。アメリカは近くなると warmer で、遠くなると colder っていうから。なるほどね、面白いね。そう普通に言い換えるとしたら、まあ、figure out だったらまあUnderstand とか comprehend とか、まあ understand が一番、近いかな。でもこの figure out ってこう導き出す感じはやっぱ figure out の方があるよね。とか get it、I'm starting to get it、get it、understand の意味ね、はい、手に入れるっていうところから理解する。まあこういうシチュエーションでも、ね、使えるっていうことをちょっと覚えておいてください。Yeah. This summer, coming to theaters near you, the Atsu Eiko Chad's collaboration. That's like an American movie commercial. Yeah, it's more like a theater. Yeah. Preview. Yeah, movie. Like a cinema movie. Yeah. It's more like, これもめちゃくちゃ使いますよね。そうだね。で、It's more like をどちらかというとだけでちょっと覚えちゃうとなかなか使いにくいと思うんだけど、こうやって実際に It's more like が使われてる英文とかシチュエーションを見れば見るほど、自分でもそのシチュエーションで使えるようになるから、だからそういうコンテクストをどんどん理解していくっていうのは大事だと思うんですけど。そうだね。どんな感じで使うんですか It's more like。 It's more like 例えば What's yakitori? It's like some type of barbecue, right?で、もう一人が、No, it's more like a shish kebab とかみたいな。なるほどね。バーベキューっていうよりシシカバーみたいな感じだよなみたいな。ああなるほどね。It's more like なるほどね。まあシシカバーもバーベキューの一個の種類なんだけど、アメリカンバーベキューよりはシシカバーに近いっていうことだよね。そうなるほどね。例えば What's Japan like みたいなこと言われたら、で、you would say like, is it like China? Like, no. It's more like picture like America in the future, but
There's lots of yakiniku and yakitori. とかみたいな。なるほどね。こんな感じで使えると。とか、You don't love me anymore? No, I don't love you. It's more like I just feel like I need to do some things on my own. とか。ああ、なるほどね。ああ、英文を今続けたんだ。そうそうそう。ああ、なるほど。そういうこともできるっていうことですね。はい。これめっちゃ使うんでちょっと覚えておいてください。You know that the guy who does that, you know, like the main guy in the States is actually a Japanese guy?多分これも一日何回も使ってるでしょ。You know somebody. You know から始める。You know の後、You know somebody だから、人が来るパターンだけど、そうそう。誰々っているじゃんみたいな。そうそう。You know Biden? Lately, I don't see him on TV that much. とかみたいな感じで。そう。だから、この時、You know Biden? って言った時に、相手は、Yeah, I do! とは言わないっていうことですね。そうそうそう、言わない。もう、してるに決まってるから、これは。だから、いるじゃんって意味なんだよね。そう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 、じゃんってことね。そう。バイデンいるじゃんって言う時に、あ、バイデン知ってる知ってるじゃないって言わない。うん。だから、そこで、Yes とか言ったら変になるってことだね。そう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 。はい。I've never seen that. I've seen guys who do that. Yeah, yeah, one of the most famous ones of all time is actually a Japanese guy. Really? Japanese American, I should say. But great, good on him. Yeah, man. ちなみにここでもちょっと気になったんだけど、good on him って言ったけど、good for him. Good for him と一緒。あ、で一緒。そうそう、good on him. あ、good on って使うんだ、アメリカ人。そうそうそう、アメリカ人も使う。good on him. オーストラリア人はよく使うんですよ。あ、そう。good on ya。いやいや、あ、使わねえ。でもアメリカ人も全然使う。なるほど。はい。What about parties? Yeah. Were there big house parties? Yeah, yeah, of course. Yeah, there were a lot of parties and stuff. But I guess let's just bring it back to, is it like the movies, right? Yeah. Not exactly. I mean, yeah, the house party thing happens. So, you know the go out on the weekend and drink yourself sick thing? I don't like it. とか、なんとか thing.なるほどね、うん、なんとか thing なんとか的な的なって意味ね、うん、これもよく使う、うん、これ distinction structures に入ってる。そう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 、この時で話してるのはいわゆる、まあ、映画とかで描かれてるさ、アメリカの高校ライフっていうのが、うん、その本当にそんな感じなのかっていうような話なんだけど、そう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 、あのパーティーとかね、ホームパーティーとかそういう感じね、うんうん、だからなんとか thingっていうのは何にでも使える？大体何でも使えるね。You know the whole travel thing? I'm not a big fan. I'd rather just stay near my house and not go out all year. みたいな。うん、今のは travel thing。そうそう、だから旅行的みたいなやつはさ。ああ、旅行とかそういうのはっていうことだよ、ね。そうそう、あんまファンじゃないんだな。もう家の近くにブラブラする方が好きなんだなみたいな。うん、I'm not a big fan っていうのはあんま好きじゃないってことだよね。そう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 。この not a big fan もめっちゃ使うよね。ね、めっちゃ使うね。すごい使うね。そう、だから、I don't really like it でもいいけど、I'm not really a big fan of なんとかっていうふうに言ってもいいって感じですね。はい、ということで、今回はね、この、お年玉でお配りした Distinction Conversation Pack、この動画コースの動画を使って、はい、ちょっといろいろとね、ボキャブラリーの使われるコンテクストについてちょっと深掘りするっていう動画をやってみたんですけれども、まあ、自分でもやっぱできる部分たくさんあると思うし、あ、これってこういう風に使えるんだっていう気づき、まあ、気づきが学びにつながるから、だからそれをねしっかりと皆さんどんどん積み上げながら学習を進めていっていただければなっていう風に思います。で、今回のこの動画パックっていうのはこの概要欄でダウンロードの仕方書いてます。 LINE からダウンロードできるんですけれども、 LINE でキーワードお年玉っていう3文字だけね、この鍵括弧とか入れないで3文字だけ入れていただくとダウンロードできるようになってますので、ぜひダウンロードして勉強してください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Peace.